カー計量での二つの表面は特異点を持つように見える。内部の表面は、球面上の地層の地平線である一方、外の表面は変円の回転大円体である。エルゴ玉は二つの表面の間にあり、その時空の中では純粋な時間成分は負である。言い換えると、純粋な空間計量成分として振る舞う。 その結果、もし時間的な特徴を扱うならば、エルゴダマの中の粒子は内部質量と一緒に回転しなければならない。エルゴダマとは回転するブラックホールの外に位置する領域である。その名前は古代ギリシア語で仕事を意味する後、アーガンに由来する。この領域からエネルギーと質量を取り出すことが理論的に可能であることにちなみ、ジョン・ホイーラーらによって名付けられた。エルゴダマは、 回転台の形をしており、ブラックホールの自転軸で自称の地平線と接する。エルゴ玉の中の時空は、ブラックホールの回転方向へ引っ張られている。内部の時空は静止した宇宙と比較すると高速より速い速度で引っ張られている。この現象は、完成形の引きずりもしくはレンズ、ティリングエフェクトとして知られている。エルゴ玉の中では空間に物体が、 高速以上で引きずられるので、物体が外の宇宙に対して静止するためには引きずられている空間に対して高速以上で運動をしなければならず、これは物理的に不可能なため、エルゴ玉の中の物体は外の静止した宇宙から見て静止することはない。また、この空間の引きずりにより、エルゴ玉の中に負のエネルギーが存在するという結果がもたらされる。エルゴ玉の外側の境界は、 静止限界と呼ばれる。静止限界では空間が静止した空間から見てちょうど高速で引きずられており、高速で動く物体が無限遠の宇宙に対して静止する。この境界の外側の空間は引きずられてはいるが高速よりは遅い。また内側の境界は地上の地平線である。エルゴ玉が地上の地平線よりも外にある場合、物体は ブラックホールの回転に引かれてエネルギーを得た後にエルゴ玉から脱出することができ、この時ブラックホールが持っていたエネルギーが物体に移行する。回転しているブラックホールからエネルギーを取り出す。この過程は数学者のロジャー・ペンローズにより1969年に提唱され、ペンローズ過程と呼ばれる。理論的に回転している。 ブラックホールから取り出すことができるエネルギーは29%である。このエネルギーを取り出し尽くしたときブラックホールの回転は失われ、エルゴ玉は存在しなくなる。この過程はガンマ線バーストのような現象のエネルギー源を説明することができると考えられている。コンピュータモデルの計算により、ペンローズ過程はクエーサーや活動銀河核からの放出が観測されている。 高エネルギーの粒子を生み出しうることが示された。竹内香る、ペンローズのねじれた四次元高段車ブルーバックス、1999年、96ページ。ISBN4 から06から257,260から5。ありがとうございます。